ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。タイトルにはですね、 B1 アルバムのシリアルコード特典に関する話ということで情報が出ましたので、それについて語るっていうことで、それがメインになります。ただ2つほどね、それに加えて先にお伝えしたいということがありまして、非常にこう BMSG らしいというかね、すごいことになっているなっていうところの一環と、あとやはりね、長男であるノベルコア君のそのパワーというものがね、もう彼のあの姿を見ると非常にこう清々しいパワーをもらえるなっていうところがありまして、そうスカイハイとも違うし、ビーファーストとも違うし、翔太君とも違うし、あのノベルコア君っていうね存在がやはり BMSG の色というか、なんか BMSG イコールノベルコアぐらいな感覚でももしかしたらいいんじゃないかって思ったりすることすらありますよ。まあそんな感じのことを思います。はい。でまずですけど、スッキリですけどね、明日火曜日の9時20分頃ですね、水曜日の9時20分頃、 WE ニュースというものがスッキリでねやりますけれども、そこでタイの音楽 T-POP の魅力に迫るっていうことでね、書いてあります。そう、J-POP でも K-POP でもなく T-POP ですね。タイのドラマがここ最近ね若者層に流行ってき始めてるっていうところがありますが、まあ言ってみれば韓国がね非常に文化というかカルチャーが日本で流行った時期というのがありますが、言ってみればこのタイの音楽や芸能というのをこう日本で定着させようっていう形の話なのかなっていう気がしますね。でここでなんとスタンプさんがいらっしゃるそうで、ね、翔太くんがね日本語訳詞を書き愛のせいでをね作りましたが、もともと向こうのドラマの主題歌で日本語楽曲をアイルダ翔太くんが日本語訳をして、非常に J-POP な感覚で言うと90年代の音楽のような感覚が強くて、なんか聞いたことないのに、あれこれ私聞いたことありましたっけみたいな、そういう感じの楽曲でございました。はい。でスタンプさんがなんか日本でもその映画で、タイの映画なのかな、それがやるんでライブとかも行うみたいな感じのものがあるようでして、その一環で日テレに来るようです。でなんとスカイハイとジェイルハウスっていう曲をテレビ初生歌披露ということで、はい、9時20分です。で私残念ながらこれリアタイできないんで、見れる方ぜひちょっと見ていただきたいなと思いまして、もう時間がないんでね、この今のうちにこれ動画撮っとかないといけなかったんで急遽挟ませていただきました。まあ BSG のね世界戦略の中でタイっていう国はまあスタンプさんとスカイハイの関係性から来ますし、非常にこれいいんじゃないかなって思います。やっぱりこう K-POP のところは強いので、まあ言うてもストレイキーズだったりとか向こうのラッパーたちとの K-HIP-POP との絡みっていうのはありますけれども、タイという国がね今後日本でも流行ってくるっていうのがあるんだとしたら、ちょっとこの BMSG がね絡んでいくっていう形が多めにできれば、これは非常に強いんじゃないかなって思いますね。まあアメリカや韓国にこだわらなくてもいける BMSG であるから、いけることなんじゃないかなって思いますね。はい。日本からアジアに、そして世界の挑戦権っていうね BMSG のその元々の持っている理念とも合致しますんで、非常にこれはね楽しみでございます。はい。そしてですね、18日にですねノベルコア君が千葉マリンスタジアムにおいてライブを行いまして、そちらの方が千葉ロッテマリーンズの方のツイッターで彼のライブの様子が載ってました。翔太くんのライブの様子もね動画で紹介させていただきましたが、コア君のライブの様子も出てました。ね DJ のね子もいらっしゃいまして、まあ DJ の子っていうか DJ の方もいらっしゃいまして、でDJ ブースをスタジアムの上の方に置いてやるっていう形で、なかなか面白いですね。なんか音響の関係で多少聞いてる感じコア君のボーカルが聞きづらかったなって思ったりもしましたが、まあその辺はライブハウスではないので、まあそこはまあ仕方がないかなってちょっと思ったりするところはありました。まあでもね非常に楽しそうにライブをしておりましたし、ちゃんともちろん聞こえますからね。はい。であれですね、クラップクラップみたいな感じで、プチャヘンズアップみたいな感じのヒップホップ用語を聞かされて、それで戸惑っていらっしゃるお父様とか、その辺の感じがちょっと面白かったりなんかしたりしなかったりね、いう感じで、まあみんな乗ってましたけども、そういう感じでございました。はい。というわけで、WE ニュース、スッキリで、T-POP ね、この T-POP ね、これ案外この今後の BMSG の何か絡んでくる可能性があったら面白いなと思いますしね、いいんじゃないかなと思います。はい。っていう形で、
で、それともう一点、このコア君のライブに関しての、ツイッター、概要欄に両方ともね、貼っておきますんで、ぜひぜひ、はい、特にスッキリはね、9時20分頃だそうですので、ぜひぜひ見れる方は見てください。そして BE:FIRST ファーストアルバム B1 リリース記念シリアルコード特典内容決定という形でニュースになっております。こちらはですね、いわゆる BMSG で出ている、特典版のやつじゃないものに入っておりまして、サンポーゼケースの BMSG のオリジナルの、まあ、ちょっとお値段の一番高いやつ以外のやつで買えるっていうことになるはずですね。はい。で、A 賞がね、やばいんですよ。まあ、タイトルにもしてあるかもしれませんけど、BE:FIRST ファーストワンマンツアー B1 リハーサル館内ご招待。いや、やばいですよね。リハーサル見せてくれるってのね、半端ないっすよ。で、対象公演が、まあ、10月5日、10月6日、10月9日、12月5日、そうだな、画像貼っておきますね。まあ、愛知が2つ、福岡が1つ、東京2つ、大阪2つ、北海道2つ、で、最後、来年の1月7日、8日の東京ガーデンシアターのリハーサルっていうことですね。このリハーサルの観覧ということなので、当日っていうことでいいはずですけど、こちらが各公演30名様、全11公演、合計330名様っていうことで、30名の人が、いわゆるその彼らがリハーサルやってるところで、おそらくは客席とかで座って見ることができるんだろうなっていうことです。で、こちらに関しては、公演チケットをお持ちでない方もご参加いただけますと。はい、これ大事ですね。公演チケットをお持ちでない方もご参加いただけますっていうことなので、例えば、じゃあ私の場合はこの12月、ね、5日、6日のところの東京ガーデンシアター参加しますけど、こちらの方、私はチケットを持ってますが、持ってない方が参加できないかと言いますと、参加できますということです。まあもちろんこの、リハーサル観覧のやつ、この30名様のところに当たらなきゃいけませんがね、はい。ですね。だから、ちなみに私も例えばですけど、まあ、日程的に無理ですけど、例えばこの北海道札幌文化芸術劇場のところに、私は北海道のチケットは持っておりませんが、仮に私がこのシリアルコード、この30名様の北海道のやつが当たったとしたら、そこを見に行くことはできますと。まあ、チケットはないのでね、ライブ本体は見れませんが、まあ、これもなかなか複雑な気持ちがありますがね、要するに、リハーサル見れるのに本番見れないのかいっていうのになっちゃうっていうのはありますが、でも逆にリハーサル見れるっていうのは、これはかなりのアドバンテージというかね、普通ないっすからね、いろいろ語り草になるんじゃないかなってぐらいな感じですね。はい、これ非常にすごいっすね。うん、こんな感じのことをやってくれる人たちというのはやはりすごいなと思います。はい、そして B 賞、メンバー別オンラインミート&グリート。はい、というわけでファンミと言いますか、はい、こちらがありますね。各メンバー111名様、合計777名様という形。はい、111というね、BE:FIRST でおなじみの1っていう数字と、それから合計777という形で、ラッキーセブンですね。この辺の数字に関しても、やはりいろいろと、考えているでしょうね。あ、そういえば A 賞の方も全11公演っていう形なので、まあ、11っていうことですね。はい。で、B 賞の、メンバー別オンラインミートアンドグリートは、日程が2022年11月5日土曜日予定ということで、ご希望のメンバーをお選びいただけますっていうことと、お一人様あたりのオンライン対面によるコミュニケーションは約60秒間を予定しておりますと。これね、60秒間結構これすごいんですよね。普通15秒から30秒ぐらいだっていうのが普通というか、まあ大体15秒らしいんですけれども、60秒っていうのは異例なのだそうですわ。さすが BMSG、さすが BE:FIRST だなと改めて思いますから。なんかね、要するに特典とか、そのね、CD とか DVD とかの、まあ、CD か、CD の特典とかに関しても、こんなに大盤振る舞いしたって大丈夫なのっていう風に、他のグループのファンの子たちから心配されるほどに、BE:FIRST の、特典というのは充実しておりますね。はい。まあ、出し惜しみしないっていう形で、非常に素晴らしいと思います。こちらが B 賞。で、C 賞がメンバーと着信体験&スペシャルボイス。これが11,111名様っていうことですね。メンバーと電話をしているような体験が楽しめますっていうことなので、まあ、メンバーから電話がかかってきて、それでなんかちょっと話をしているような、そういう感じの、まあ、ロールプレイなのかなっていうね。まあ、ロールプレイと言いますか。まあ、そういうことですね。まあ、スペシャルボイスっていうことですから、まあ、宝物にはなりますね。で、おそらくは何回でも、
聞けるんじゃないかなって思いますので、まあこれ当たった方は、まあ着信体験をして、まあおそらくはそれを家で録音じゃないけど保存しておけば、例えば朝起きた時とか、まあ言ってみればね、メンバーとの恋人みたいな感じのロールプレイもできるのかななんて思ったりしますね。まあ私がやってもしょうがないけどさ、どんな感じのがあるのか、まあ楽しみですね。まあこちらが 11,111 名様ということで、であと応募者全員に応募者限定特典動画視聴という形でありますね。はい。なんで ABC がどれか一つ選んでいただいてっていうことで、あと応募期間が8月30日火曜日正午から9月12日月曜日23時59分までっていうことで、発売が8月31日なので8月30日でフライングゲットできるところもあるってことなんですかね。まあわかりませんがっていうことかもしれません。で応募方法の詳細はファーストアルバム B1 に封入されているチラシをご覧くださいっていう形でございますということです。はい。というわけで非常にこうね、特典として素晴らしいものがありまして、リハーサル観覧はこれ行ってみたいですね。ぜひぜひ、ちょっとそう思いましたよね。まあ B 賞 C 賞もありますけども、私ね、なんていうかこれいろんな人から突っ込まれるんですけど、前のファンダムとかいろんなところにいた時から直接アーティストやアイドルと話すの無理なんですよ無理っていうか緊張しちゃうんでねだから当たんないんだろうけど A 賞かな多分ね、私はね。まあでも B 賞も C 賞もね非常に魅力的ですので、あ、 C 賞ならそうか、私平気なのか。あ、 A 賞かな、当たんないかもしれないけど A 賞っすね、っていう風に思います。はい。というわけでこちらももちろん概要欄貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい。というわけで、まあスカイハイとの絡みで T-POP なんかがね、今後もしかしたら BMSG とかいろんなもんに絡んでくるかもしれませんが、そう、 J-POP、K-POP だけではないっていうことでね、面白いんじゃないでしょうか。はい。っていうことと、ノベルコア君のライブ、あの日はね、千葉ロッテマリーンズ勝ったみたいですからね、非常に良かったなと思いますし、で、B1 アルバムの、BE:FIRST B1 アルバムの特典のものが決まりましたので、もろもろのことを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックをしてください。はい。では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では、失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空